ップの準備7選後編。こんにちは、僕タンタンです。このビデオでは僕タンタンをママちゃんがシャンプーするために愛情を振り絞って入園に準備する知恵袋の後編です。実際に長毛種と暮らして8年になるママちゃんの経験から磨き上げたレシピの公開ですので、最後まで腑に落ちながらご覧くださいね。それでは始めるにゃん。4、爪を切る。伸びているシャープの爪はシャンプーするあなたを傷つけてしまうかもしれないので、きちんと爪は切りましょうね。僕は爪を切るのもシャンプーもあんまり好きじゃないから、ママちゃんは僕が気づかないようにすごい心理作戦でシャンプーをするって僕に悟られないように念入りに爪を切るんだ。5、リラックス。これはね、僕のママちゃんの流儀なんだけど、僕たち猫族はすごく繊細。やっぱりエネルギーって敏感に伝わるんだよね。だから気合い入れてやるぞーっていう一種の殺気は猫ちゃんにとっても恐怖になるのね。ますますお城をする儀礼になっちゃわないように、シャンプーを楽しみ、イメージトレーニングをすることが大事なんだよね。自分が温泉に行ったり、バイトとかスパのコースでメロメロにトロトロに癒されてるイメージで心を落ち着かせてみるなんていいんじゃないかにゃ。6、ブラッシング。僕たちサイベリアン種を含めた長毛種は毎日のブラッシングがすごく重要だよね。特にシャンプーをする前はいつもよりもっと入念にブラッシングをした方がいいんだよ。いらない抜け毛を初めに取ることでシャンプーの泡立ちも良くなるし、時短になるから猫ちゃんにとっての負担も減らすことができるよね。ドライヤーの音が嫌いな僕にとって短い時間で乾ききるのは本当に嬉しいにゃ。7、エプロンの準備。僕タンタンは主に夏にシャンプーをするのね。ママちゃんもいつもびしょびしょになってる。そこでビニールのエプロンは必需品なんだ。でもね、僕たち猫族は非常に高度な頭脳を持っているから、やだなっていう記憶は絶対に忘れられないの。だからシャンプー用の猫ちゃんのプリントの可愛いエプロンは反応するわけにゃ。僕のママちゃんはそのエプロンすらキッチンに隠しておいて、爪切りが終わって抱っこされてキッチンに入ったところまで、そこまでエプロンしないの。僕はいつもまんぶと甘えんぼして抱っこされて、あー今日はチャンプだって気づいた時にはもう泣きそうになるんだ。だって僕を知り尽くしたママちゃんはキッチンのドアもいつも開けっぱなしなのにしっかり閉めてドセンボされちゃう。ママちゃんの性格はね、やっと決めたら突っ走る、ちょっとつもうしんだから誰も止められないのさ。だから僕ももうナスがママになるしかないんだ。ちょっとだけ抵抗してみるけど、本当はね、ももちゃんのマッサージは至福の時なんだ。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でもお会いしたいので、ぜひチャンネル登録をしてね。タンタンでしたー。